沼津市立図書館は、静岡県沼津市にある、公立図書館である。沼津市の図書館は3枚橋町の沼津市立図書館と、戸田の沼津市立戸田図書館の2館からなる。現在の沼津市立図書館は、市政施行70周年を記念して、1993年7月に、開館した。沼津市立図書館は、利用者が、すべての図書を直接読むことができる。 オール開花方式を採用している。また、視聴覚資料の充実に力を入れており、3階に音と映像のフロアを用意している。市内出身の外交官、市川彦太郎が、不妊先で入手した資料約1200冊が、2階の郷土資料室にて調査、研究のために提供されている。1993年の開館時から、三島市出身の詩人である、 大岡真の検証コーナーがあり、サイン本や顔写真パネルが設置されている。2004年1月には、沼津市によって大岡が、沼津市名誉市民に推挙された。2017年4月に、大岡が死去した際には追悼展示を行った。図書館の企画事業で利用されていない場合、教育文化目的であれば、図書館の設備のうち、講座室、視聴覚ホール、展示ホール、 展示ケースを利用することができる。小学校付属沼津文庫沼津尋常小学校の校長を務めていた間宮基重郎は1875年から1876年頃に書籍館の開設を模索した。寄付や購入によって和館書の収集を進め尋常小学校の一室に保管していたが、この時には書籍館の開設は実現しなかった。 千八百八十八年七月六日には、沼津本町街さんが、町の古長である山形幸雄が、静岡県知事に対して、文庫設置の伺いを出し、七月二十八日付で、認可された。八月には、山形と間宮が、発起人となって、沼津人情小学校付属沼津文庫の、設立主意書を発表し、十月十日に、人情小学校付属図書館として、 沼津文庫が開設された。沼津文庫は静岡県で初めて設立された公立図書館とされる。名目は尋常小学校付属図書館であったものの、設置目的は和漢用の書籍を収集し広縮書の閲覧に、ともし教育の秘宝を記る者とすであり、その意図したところは一般の人々を対象とした図書館だった。開館時間は8時から17時であり、 休館日は、毎月第1月曜日と毎年12月26日から1月7日までだった。設立主意書には、監修人一人と初期一人の存在や、利用者は1日一銭の釈卵料を支払うことが記されていたが、実際は、どのようだったかは定かでない。解説当初の蔵書数は506点だったが、1年が、 経過した1889年12月には1068点となった。1937年には1561点を656冊、1940年には9053冊となった。同時期の沼津市域には7つの公立図書館があり、沼津文庫は閲覧人員こそ少なかったものの、蔵書数は群を抜いて多かった。当初は、 第一小学校内の部屋を曲がりしていたが、やがて第一小学校の校庭にある道期塚の西側に独立した建物が建設された。太平洋戦争時には沼津文庫の蔵書が分散疎開された。戦争末期の1945年7月17日に受けた沼津空襲によって沼津文庫の建物は消失した。1952年4月、 沼津市は千本浜公園入り口に図書室、沼津市立沼津文庫を設置した。沼津市立沼津文庫の増書数は少なかったものの、開花式図書室として運営された。1956年には、第一小学校の創立85周年、記念事業として、第一小学校内に沼津文庫という名称の学校図書室が設置された。 戦時中に疎開されていた沼津文庫の蔵書の大半は散逸していたが、この学校図書室は残された沼津文庫の蔵書を引き継いでいる。1960年、駿河銀行会長の岡野喜太郎は、自身の白事を記念して沼津市に対して図書館建設のために4000万円を寄付した。1962年3月5日には、 狩野川ガワのカヌキ公園横に新図書館の建設が開始され、10月25日には銀行名の一部を冠した沼津市立駿河図書館が開館した。1964年には第一小学校の土屋虎之助校長の尽力で第一小学校学校図書室から沼津文庫の文献約1500冊が沼津市立駿河図書館に引き継がれた。 開館時の蔵書数は1万冊余りだったが、収蔵能力は10万冊であり、開館当初は、閉館式図書館として運営された。1965年の記録では、一般書1万5337冊、自動書2481冊、計1万7818冊であり、年間の増加冊数は3284冊だった。やがて3階の閲覧室を縮小して、 開花書化を設け、沼津市立沼津文庫時代のように開花式図書館となった。3階にあった予備室を郷土資料室に当てて地域資料の充実を図った。1967年11月には静岡県立沼津東高等学校が郊外に移転したため、もともと単独施設だった沼津東高校図書室を沼津市立児童図書館に転用した。 1970年4月には、沼津市立図書館協議会を設置している。寸東軍金岡村が、沼津市に合併された際、金岡出張所で保管していた、旧金岡村役場文書の倉庫が1975年に取り壊しとなり、駿河図書館に移管された。1976年から1980年に、掛け、初期受け入れ、点数4170点。 追加文書437点を分類整理した。1978年7月には沼津駅北側の石橋プラザ4階に51.32平方メートルの駿河図書館駅北分室を開設し、沼津駅北地区の市民に対する利便性を向上させた。1979年7月には沼津東高校図書室を転用していた児童図書館を 駿河図書館2階に移設し、児童図書館の跡地には、沼津市民文化センターが建設されている。同年10月には、駿河図書館3階を一般資料室向けの開花書庫とした。1982年4月には、来館が困難な身体障害者向けの図書、郵送貸し出しを開始した。1992年4月には、石橋プラザが売り場を増床することに伴い、 石橋プラザの駅北分室は3枚橋杉崎町424番地の位置にある木材市場の事務所2に階に移転した。1989年5月には沼津市が沼津市新図書館建設基本構想を策定し、新図書館建設地が沼津市立病院跡地の沼津市三枚橋町9番1号に決定される。 1990年10月5日には新図書館の建設工事が寄工された。1993年3月に全工事が完了し、6月に新図書館の竣工式を行って、駿河図書館が閉館した。7月に沼津市立図書館が開館し、一般公開と閲覧化し出し業務を開始した。開館からの1ヶ月間で約9万人。 ついたち平均約3300人が入館した。この1ヶ月間の貸し出し、返却図書総数はついたち平均5800冊であり、浦安市立図書館の5500冊を上回って日本一となった。新館では30代前半の主婦やその子供、会社員の姿が目立つという。百九十四年には駅北分室の耐震強度に問題があることが、 判明したため、6月28日までに臨時休館とする措置を取り、7月15日に正式に閉館した。駅北文室は自動書、一般書を各1万冊所蔵しており、1992年度には約2万人が利用したが、1993年に新図書館が開館すると利用者数が前年度の40%にまで落ち込んでいた。 1995年1月20日には、沼津市立図書館の挿入館者数が100万人を突破した。100万人達成までに1日平均2400人が入館しており、これは全国の公共図書館で3番目だという。1995年4月には、東海大学附属図書館沼津文館とパソコン通信による蔵書情報ネットワーク化を行った。これは、 公立図書館と大学図書館の間では静岡県内初の試みだった。1998年2月には公式ウェブサイトを開設し、2月15日からはオンライン蔵書検索も開始した。オンライン蔵書検索機能はまだ全国的に見て珍しく、静岡県では初の導入事例だった。1999年2月時点でオパックを有する。 公共図書館は70館だけであり、蔵書が貸し出されると同時にリアルタイムで反映される、極めて珍しい機能を有していた。2003年4月にはインターネットからの貸し出し予約の受付を開始した。2008年4月にはモバイル用のウェブサイトが開設されている。2003年5月から7月にかけて、開館10周年を記念するイベントが数多く開催された。 6月21日には、静岡県出身の時代小説家であるし、沢要の講演会が、7月19日には、地元在住のハープ奏者の演奏会が行われている。この時点で一人当たり蔵書数は、県内4位であり、一人当たり貸出数は、県内3位だった。2003年には、沼津市立図書館にあった沼津文庫の蔵書が、沼津市、明治資料館に移管された。 2004年7月には、静岡県立中央図書館横断検索システムに加入した。2005年4月には、沼津市と田形郡戸田村が合併し、戸田村立図書館が、沼津市立戸田図書館となった。栗原弘康市長の下で定められた2016年度から2020年度の沼津市行政改革プランの一環として、 2018年度から沼津市立図書館には指定管理者制度が導入される予定だった。しかし2016年10月に行われた沼津市長選挙では新人の大沼秋保が栗原を破り、大沼は11月の沼津市議会で指定管理者制度導入方針を白紙とする意向を示した。沼津市立図書館の自動車文庫巡回文庫は 図書館サービスをしない各地の市民にも利用できるよう、1966年に施行放射により一部地域で開始された。昭和43年に巡回文庫社を購入し本格運用をしている。現在は自動車文庫という名で、自動書や小説、趣味の本などを載せて一台の車両で運用している。利用者カードは図書館と共通で予約、リクエストにも対応している。 地区センター図書室は市内16の地区センターに設置されている。2019年2月現在、原、明日香、大岡、太平、西の浦、浮島、今沢、片浜、金岡、門地、第五、第四、第三、西浦、内浦第二の16カ所で運営されている。利用者カードは図書館と共通で図書が10冊まで14日間貸し出し可能である。 ありがとうございます。